素晴らしい音楽に囲まれて復興への思いを新たにされることと存じます。本日のコンサートが実り多いものになりますよう、お参集の皆様のご多幸を記念いたします。誰かの笑顔を、誰かの笑顔を、悲しみの向こう、悲しみの向こう、花は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 、いつか生まれる、いつか生まれる、花は花、ありがとうって伝えたくて、あなたを見つめるけど、繋がれた右手が真っ白な想いを不器用に伝える、いつまでもただいつまでも福島県の、浪江町というところから6カ所目の避難所として、現在上尾の白子鳩団地におります。震災の翌月ですね、2011年の4月に、第1便の15世帯で入居しました。で、その後、避難者がだんだん増えていき、2年目の春、1年経った頃には35世帯、そして3年目の春には61世帯と膨れ上がりました。その後はですね、2013年は1年間で20数世帯の退去所がありました。一気に、61世帯まで膨れ上がりましたが、その後は、福島に帰ったり、もしくは、こちらで、住居を構えて、新天地の生活に移った方がおりました。伊藤平の花びらに心を踊らせば、確かに今が見えるのだろうが、閉じた目を開くのはいつだろう。あの日からこの日へ、この日から来る日へ、つながるものはあるけど、託された未来形なき明日、風が吹く港の方から、焼け跡を包むように脅す風、悲しくて全てを笑う、乾く冬の夕べ、悲しみの街を包む、 How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly
answer is right.